うも。チャンネル登録してね。今日はダイノリサーチステーションでティラノサウルス、ベロキラプトル、ブラキオサウルス、デリジノサウルス、パラサウロロフスさんたちと一緒に遊んでいくよ。レッツプレイ。他の恐竜さんも怯えてるみたい。ティラノサウルスだ。相変わらずおめえはビビリだな。あの恐竜さんはティラノサウルスってお名前なんだね。ねえねえ、聞いた？ティラノサウルスってば大きなお口で何でも食べるんですって。何でも僕たちも食べられちゃう。まあ今は檻の中に入ってるし大丈夫っしょ。一人ぼっちだとつまんないな。怪我ももう治ったことだし早く遊びに行きたい。あ、あれはなんだか楽しそう。檻の中にいるんだし大丈夫なはずっしょ。ねえねえ、一緒に遊ぼうよ。うわわわ、今度は大きく口を開けたよ。怖い怖い怖い、僕たちのことも食べちゃうんじゃ。俺だって何でも食べれるし、べべべ別に怖かねえよ。ねえってば、遊ぼうよ。うにゃー、一旦ここから離れよう。どこ行っちゃうの？あ、わかった、追いかけっこだね。位置について。まさか。よーい、まさかまさか、じゃーん。グッドボタンで応援して。グッドな走り見せちゃうよ。追いかけっこ楽しい。エッサホイサ、エッサホイサ。うん、ここまで来れば安全でしょう。あれ、どこに行っちゃったんだろう。え、ティラノサウルス。早くここから逃げましょう。まさか。ねえねえ、遊ぼう。いやん、来ないで。大変だ、恐竜さんが襲われてる。助けてあげなきゃ。ポールアームで捕まえよう。ダイノリサーチステーションに全員避難だ。待って待って、いやん、パラサウロロフスさん、もう走れないわ。よし、今だ。こっちだよ。ありがとう、助かったわ。次は高いところから捕まえないと。あれはクレーン？そっか、クレーンに葉っぱをぶら下げて食べに来てもらえばいいんだ。ブラキオサウルスさん、腹ペコすぎて走れないっしょって。あれはご飯ご飯ご飯、いただきます。
か避難できたね。みんな追いかけっこが上手なんだね。僕、もっといっぱい遊びたい。ちょなんでこっちに来るんだよ。あっさまー。いやーね、食ってデリジノサウルスさん、もう一回クレーンを使って。今度は肉肉お肉。はあはあ、腹が減って力が出ねえぜ。ん？クンクン、この匂いは。こっちこっち。うひゃー、お肉。ここに組み替えて、お肉をぶら下げて、この中に下ろせば。あれはベロキラプトルさん。怖いけどいただきます。大丈夫。で、サンさん、来るな。やっと追いついた。みんなで一緒に遊ぼうよ。僕たちを食べようとしてる。3階に避難だ。ねえ、なんで逃げるの？もしかして何か話しかけてる？僕はみんなと仲良く一緒に遊びたい。また暴れ出しちゃった。早く麻酔銃で眠らせよう。任せて。麻酔銃発射。わっ、なんか飛んできた。僕はみんなと仲良く遊びたいだけなのに。やっぱり何か聞こえたような。サンさん、ズコー、危ない。ここは…大丈夫？うわぁ、食べないで。怪我はしてない？え？助けてくれたの？よいしょっと。だって、友達だもん。ティラノサウルスさん、サンさんを食べないで。クモリン、僕たち、ティラノサウルスさんのこと勘違いしてたみたい。噂を信じてごめんなさいね。最高の走りだったよ。俺の次にかっこよかったぜ。全然怖くないや。仲良くなりたかっただけなんだね。みんな、ティラノサウルスさん、今度こそ一緒に遊ぼうよ。それじゃあみんなで追いかけっこ。よーい、ドン。今日遊んだおもちゃはこれだよ。大のリサーチステーション。この箱の中に僕たちベロキラプトルとブラキオサウルスもいるんだ。この私、パラサウロロフスや。俺、テリジノサウルスを増やして遊ぶのもいいぜ。
ちょっとみんな、僕のことも忘れずにね。